ました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃん、トマト買ってきました。あのね、最近ね、なんかまだ残暑残ってるし、もうなんだかね、もうあ、なんていうかな、何食っていいかわかんないな、みたいな。なんか食欲あるんだかねんだかわかんないし、なんかね、微妙だな、みたいな。そうめんも飽きちゃったしな、みたいな感じですよね、皆さん。なんで、今日はね、こういう時にはね、サラサラって食べるなんかあれがいいな、クッパ。ね。で、クッパなんだけど、こうトマト使ってさっぱり、ちょっと夏向きのね、ちょっとね、雑炊というかクッパ作りますね。夏の、トマトクッパやっちゃいます。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。まあね、主役のトマトちゃん、はい、それから大葉ね、大体3枚ぐらい使うかな。で、あとこれみょうがも使います、 1本ね。で、あとね、豚肉これ使うね、80g ぐらい使いますね。あと卵1個、あとね、キムチも大体80g から 100g ぐらいかな、使えます。はい、これでやっていきたいと思います。あとね、ご飯適量ね。はい、早速やっていきたいと思います。今日はね、もうね、さっぱりサラサラメニューですよ。よし、じゃあね、早速やっていきたいと思います。まずね、主役トマトちゃんカットしていきますかね。こんな感じで、よいしょ。はい、こんな感じでヘタだけ取ってね、よいしょ。まあ、そしたらね、今日はね、そうだな、こんな感じで、こう、ざっくり大まかでいいね。こんな感じでいいか。よし。だいたい、まあ、2センチ幅ぐらいの、こう、さいの目というかな。ちょっと、まあ、大ぶりでいいですよ。こう、結構ね、まあまあ、存在感がある感じに、こう、切りましょうね。こういう感じでね。よいしょ。はい。よし。はい、そしたらね、薬味の方切っていきますね。はい、みょうがね、みょうが、こう、真ん中一本入れて、で、こう、薬味。こういうふうにね、香りが立つように、普通に薬味みたいに切っていきます。もう爽やかないい香りだね。もうみょうが大好きなんでね。よし、はい。さあ、そしたら大葉ちゃんね。まあ大葉はね、まあ大体まあ1人前3枚ぐらいあればいいかな。まあお好きな人はね、バンバン入れちゃって全然構いませんけどね。まあ大体3枚ぐらいでいいと思います。はい、そしたらね、このね、軸のとこだけちょっと切って。よいしょ。はい。そしたらね、いつも通りこれはこう真ん中こう一本入れるか。でこうやって、はい、くる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 巻いて、はい、これもこう千切りにしていきます、ね。大葉とみょうが切るともう思いっきり食欲湧きますね。はい、そしたらあと豚肉ね、まあ大体 80g ぐらいかな、1人前ね。はい、これをまあ大体、まあそうね、こんな食べやすい感じで2センチぐらいにこうカットしていきます。さあ、あとはもう卵をこう割っといて、よいしょ。で、こうかき混ぜといて、よし。もうね、これで大体準備 OK でーす。あとね、今日ね、味噌仕立てにするんですけど、これ見えるかな？ちょうどね、大体ね、今これ 40g 測ってあります。ね、これ目安にしてくださいね。味噌はどんな味噌でもいいですよ。うん、僕はいつもこれ使ってますけどね、料亭の味ね。はい、これ 40g 測りました。これでね、大体準備 OK ですよ。よし、全部ね、準備が整ったんで、早速仕上げていきたいと思います。へへー、よし、じゃあね、早速ね、やっていきたいと思います。まずね、鍋にね、これね、水ね、400cc 入ってます。 400cc バーン入れて、よいしょ。はい、で、火かけて、はい、そしたらね、今日はこれ使いますよ。これね、本だしちゃん、本だしね。これを、大体 400cc に対して、はい、本だしね、小さじ1杯入ります。はい。さ、そしたら、はい、さっき測ったお味噌ちゃん。はい、じゃじゃーん。はい、今日の秘密兵器、これね、これも100円ショップで買った、このね、味噌汁をとぐとぐだね。これあるとね、めちゃめちゃこう安心して、こう、ダマにならないで、こういうふうにこう溶けるから、めっちゃ楽ですよね。はい、こんな感じで、味噌溶いていっちゃいます。はい、しっかり、はい、味噌が溶けました。はい、そしたらね、もうこれで、もう味噌ベースの味は決まりましたね。はい、そしたら、先ほど切った、まず豚肉ちゃんね。はいはい。こう、一気に入れちゃうと、こう、ダマ、なんつうか固まっちゃうから、こう、なるだけね、こうばらしながら、こう入れていきましょう。はいはい。もうね、今日のやつはめっちゃ簡単ですからね。この味さえ決まっちゃえば、もうこっちのもんです。さあ、そこにもう、キムチをいきなり入れちゃいます。ね、これも大体 80g から 100g ぐらいかな。これでね、このキムチの辛さと、ね、なんていうか酵素の感じが入って、めっちゃね、コクが出て辛みが増します。
これでもう豚キムチだからうまいよね。ちょっとで汁があったらちょっと入れるぐらいがちょうどいい。こんな感じでね、はいはい、よいしょ、こんな感じで豚肉ね、入れて沸騰する頃に豚肉のアクがまあちょっとね出てきます、はい、そしたらねこのねアクだけちょっとね丁寧に取ってあげましょう。はい、もうアクだけにアクなき戦いだよね、こういうのね。よし、はい、はい、先ほどカットもした、はい、トマトちゃん、はい、これ投入します。よし、これで今度の辛さに加えてこのトマトの酸味ですよ、これが加わってね、このね爽やかさも加わると最高ですよ、これ。さあ、そしたらねトマトはね今日はこうグツグツ煮るって感じじゃなくて、さっと火が通ればもう OK ですからね。でこのトマトを入れて、まあパーって一回こうね温度が下がるんですけど、トマトがね火が入ってまたブワーって浮いて、なんつうかな、泡が浮いてきますよね。はい、そこで、はい、先ほど、研いどいた卵をねゆっくりこうね、こう糸のようになるべ、なるべくこうなんかまんべんなくね、こういう感じでこう入れてあげます。よしと、はい、じゃあね卵入れたらね、ぐわーっとかき混ぜないようにしてくださいね。一気にかき混ぜると濁っちゃうんで、ここは我慢して少しね置いとく。そうするとこの卵に火が入ってふわーっと浮いてきますよ。よし、はい、いい感じに浮いてきましたね。卵にもうふわーっと絹のようなあれがなんつうかな、火が通りました。はい、そしたらねここで火を止めて、はい、最後に香り付けでごま油ね、ごま油をよいしょと、はい、小さじ1杯分ぐらいこう回し入れて、はい、これで完成です。よし、はい、そしたらね、はい、ご飯を好きなだけ器に入れて、はい、出来たてのこのねキムチトマトスープちゃんをたっぷりご飯にぶっかけむって、うわー、これは最高ですよ。こんな感じでねたっぷりね、はい、はい、タレをたっぷりぶっかけて、はい、そしたらねここによいしょ、ごまですね、ごまもこれ合うから、ごまね、ごま、ごまちゃんちょっとこう少し潰しながら少しこういう散りばめてあげて、これでさらにごまの香りアップですよ。はい、そして最後にこの先ほど切っておいたみょうがね、まずね、みょうが、このさっぱりにこのトマトの酸味にこのさらにさっぱり薬味ですよ。はい、ほい、ほい、そしたら最後の最後にとどめとばかりにおばちゃん、これを天のようにこう持ってあげて、はい、おいしそう、よし、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、夏の残暑にも負けない超さっぱり、はい、トマトクッパの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よしゃね、早速ね食べてみたいと思います。はい、今日の感じこんな感じですよ。どうですか、美味しそう取れてるかな。めちゃめちゃ美味しそうですよ。じゃあ早速これを食べる前にいつも通りチューハート、皆さんお疲れ様でした。乾杯。もううまい写真ってことで、はい、今日の感じこれですよ。どうですかこの感じね、美味しそうですよね。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。これはスプーンだよね、やっぱりね。じゃあいただきます。いただきます。中にたっぷりご飯入ってますよ。こんな感じでたっぷりねご飯入ってるところまでで、いただきます。最高だね。味、これはもうめちゃめちゃ美味しい。もうこれ日の打ちどころないわ。めちゃめちゃいけてるわこれ。これね、これさらにねこのちょっとこの大葉とさこのみょうがが入ってるんで少しこうかき混ぜてあげてね、ねこうたとしてんですよご飯とね、これね最高っすねこの味。このキムチのこうなんていうの、まあ、独特のこのなんつうかな漬物の感じがめちゃめちゃ効いてる。おいしい。これはねトマトのこの酸味がこの
熱を通したこのトマトって本当にね、こうなんていうか酸味と甘みが引き出されてめちゃめちゃいい。でこのなんていうか豚肉のコクと相まって、でこのミョウガと大葉がこのいい役割してる。最高ですよこの味、本当にたまんないよこれ。キムチの白菜のシャキシャキ感が生きてるし、なんだろうねこれ、本当にこの夏場にもう夏のこう残暑がこうまだ続いてるじゃないですか、もう食べなんていうか何食べていいか分かんないなって言うんだけど、もうサラサラ生きてんだけど、あのあんまりこうこってりしたのもなんだなっていう時に、この味噌味でもってトマトね、でキムチ、最高の組み合わせですね。でこのすりごまっていうかこうごまも効いてるし、最高だなこれ、本当に美味しい。これだったら食欲なくてもいくらでも食べれちゃう、最高だよこれ本当。ね、このトロトロ卵も効いてるよね、こうなんかトロッとしててね、食感、あの香りね、あの なんだろうな、あの栄養バランスもう全て整ってて、でこう食欲なくても食べれる、最高だね、おこれ本当に最高。でこれもう自信作だな、これ本当に美味しいってことで、もうね残暑厳しい時に僕がもう自信持っておすすめします。今日のこの簡単料理ね、夏のね、トマトキムチクッパ、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。